非常にこう安定感のある投球内容を見せてる。開幕は頭角だろうという感じ。ケラーとビーズリーが入ってくる、来ないで人間も変わってくると思う。この2人が入ってきてやれるとなったら非常に楽なリリーフ陣っていうのを作っていけると思う。開幕ライト、いや開幕はもうスタメンで来ると思いますよ。僕は4番としての責任感の方が今は強いんじゃないかなと、ね、いかに勝利に貢献できる一打を出れるか。はい、中西教授のトラナラチャンネルということで、今回はこの日本ハム戦2試合、ジャイアンツ戦っていうところでオープン戦をね、タイガースの方もこう開幕に向けて徐々にこうね、主力選手も出てきて実戦のゲームが多くなったっていうところですね。今週の打撃陣のところについて見ていけたらなというふうに思うんですけど、まあなんといってもやっぱり森下選手の甲子園でのホームランみたいなのがやっぱりファンとしては印象としては大きかったのかなと思うんですけど、ここはどうでした？そうでしょうね、聖地甲子園でね一号が出たっていうところで、まあ本人も一番嬉しいと思うし、レフトの中段ぐらいまでまだかなり飛距離もあるいいバッティングを示したんでね、非常にやっぱりこう当たれば飛ばせれるというね、やっぱり触れるっていうところが、ノイジーが3番にはまれば6番とかね7番ぐらいには入っていってとなると非常にこう破壊力があると思いますけどね、そういう打線になると思うんですけどもね、その後も走ったりとかね、盗塁もしたりとか脚力もあるんでね、この選手はね走塁ももちろんそうですし、守備でもいいプレーが出てたりとか、球際の強さみたいなところもアピールできてたりするのかなっていうふうに思ったりはするんですけど、この辺含めても開幕ライト確定、いや開幕はもうスタメンで来ると思いますよ僕は。まあ岡田監督の性格がしてずっと鳥谷を使ってたっていうところもあったし、やっぱこの選手をなんとか10年レギュラー離さなきゃいけない、育てなきゃいけないっていう気持ちで僕は使ってくると思いますよ開幕から。打撃の方でもずっと状態いいというか調子が悪くなったなとかっていうのはなくて、やっぱりそういうところから見てもこう対応力があるみたいな感じの印象も受けたんですけど、この辺はどうですか？そうですね、まあ、シーズンまだ1年目だから分かんないけどね、スランプはあんまり長くないのかなっていうか、打てなくなる時期っていうのはあんまり長くないのかなっていう感じでは見えるんですけどね、割とコンスタントにっていうか安打は出していってる。まあホームランは1本ですけども、ホームランの後もまた右中間ツーベース打ったりとかね、次の試合でも打ったりとかありましたし、そういう意味ではだからまあちょっと大山とはタイプ違うのかなっていう感じですね、やっぱりね。まあ、大山選手今週の1本長打が出たんですけど、大山選手的に今ってどういう状態なのかなって、10としたら4ぐらいのところちゃうかな、半分もいってない感じはしますけどね。大山選手の中間方向とはいい打球打てれるバッターなんですけども、やっぱそこら辺の打球が良くないっていうのと、角度がもう一つ上がってこないよねということは、捉えてるポイントっていうのがちょっとずつうまくはいってないのかなっていう感じはしますよね。オープン戦でレギュラー確定してるとはいえなかなか結果が出ないっていうところに関して焦ってくるものなのか、まだまだオープン戦あるし開幕まで余裕があるからそこでゆっくりしていこうっていう形でやっていけるのか気になるなと思ったんですけど、この辺はいかがですか？レギュラーっていうのはもう間違いなく確定だと思うんですけども、こうやっぱ開幕にスタメンで名を連ねられるように出れるようにっていう、そういう不安要素はない。4番というプレッシャーの中でシーズン岡田監督が4番っていうところを指名してずっと据えてるんで、4番5番っていうところの大山佐藤っていうところはそう簡単には動かさないと思うんで、それだけに4番としての責任感みたいなのをオープン戦でもずっと出していってる。全試合143試合フルイニング、守備要員とか代打とか代走とかそういうことは使わないよっていうようなこの2人には言ってると思うんで、そういう意味で4番としての責任感の方が今は強いんじゃないかなと思うね。いかにチームに貢献できる、勝利に貢献できる一打を打てれるか、いかに得点をできる一打を効率よく打てれるかっていうこの重責の方が大きいと思うんで、やっぱそこに対しての阪神の4番が打てなかったら負けたっていう風に紙面に叩かれるぐらいならないと本物ではない。やっぱりそこが4番のタイガースの重責だと思うんで、今はそのプレッシャーとの戦いだと思うんですけどね、これをいかに克服していくかでしょう。1、2年の選手でねレギュラーでってスタメンで出れるかどうかって、そういう不安とか焦りとかそういうことではないと思うんでね。大山選手状態良くなったらそこからはずっと続きますから、そこを期待したいところですね。最後の京セラのオリックス戦ぐらいでマルチマルチっていう感じで打て出したら本当にいい意味で開幕を迎えられるかもしれないよね。逆に前半でもめっちゃ打率いいっていう板山のような感じで、今度中盤から下ってきたりとか落ちてきたってなると、逆に今度焦ってくると思うね。今は大山の場合もがいてるんで、そこを抜けてこればある程度いい形で開幕に迎えられる、そういう要素はあると思いますよ。
佐藤選手はホームランも出たりしていて、この辺はどうですか、大山選手と違って調整ができ始めている状態なんですかね。佐藤輝からすると6から 6.5 っていうところじゃないでしょうかね。徐々に徐々に状態を上げていけれるっていう、今そういうちょうどポジションの位置におるかなという感じします。だから焦ってもないと思うし、一試合一試合ゲームの中での感覚であったり、タイミング取り方であったり、ピッチャーとの間の取り方であったり、そういうところが1打席1打席の中でやってる作業だと思いますけどもね。ノイジー選手と、まあ、ミース選手もヒットが出始めた、うんうん、ここのお二人の選手に関しては中西さんはどう見てますか。こうして変直のツーベース打ったりとか当たってきだしたら3番レフトっていうところでノイジーを使っていくとは思いますけどもね。ミエセスの場合はまだまだ年齢26っていうね、若さもあるし、日本で教育していく育成していくっていう、そういう立場だと思うんですよね。だから今すぐにポジションを与えてレギュラーを与えるっていう、そういう選手ではないと思うんで、まずベンチスタートでいいところでの代打っていうところの起用なったりとか、まあ、もしくは他の若い選手であったらファームの方でちょっと経験積ますっていう感じになると思うんだけどね。ミエセス選手に関してはどん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 成長させていく、いいチャンスの場面で代打で起用して活躍してもらうみたいなところが期待したい感じですかね。そうですね、助っ人というよりかどちらかというと先に日本の野球を早く覚えらせて2年3年後に上手くなっていってくれればという、そういう思惑があると思うんだけどね。引き続きショート争いっていうところが続いている中で、この辺はどうですかね。この2人の争いは本当まだまだ最後まででしょう。京セラのオリックス戦まで続くと思うし、ただお互いが切磋琢磨して本当にいいプレーを随所に見せてるというか、やっぱりこう小幡の良さである守備範囲、そして肩の強さっていうところで、やっぱりピッチャーの頭を越えたボトボトのやつなんかでも素早く送球してアウトしたりとか、非常にプレーでもいい動きを見せてるし、木浪も堅実にある程度の守備範囲のところはしっかりと守って、そしてバッティングの方では木浪の方がやっぱ一番上だと思うんでね。あとはやっぱりゲッツーを成立さすっていう、そういうプレーですよね。ゲッツー取れるところで1人残すっていうのも一番嫌うんで、ゲッツーをしっかり取った463、643、543っていうプレーをしっかりと確実に2人アウト取れるっていうことですね。エラーにはならないけども明らかにダブルプレー取れたのに取れなかったっていう、そういうことをしないことでしょうね。そこをしっかりとダブルプレーを成立さすっていうことでしょうね。この2人の競争争いが本当まだまだ京セラのオリックス戦までずっと思うんですよ、最後まで。あとまあ中野が帰ってきてっていうところもあるんでね、だからその辺がどうなってくるかっていうところもあるし、で渡辺が非常にいいバッティングとかね、いい働きしてるんでね、組み合わせになると、まあ中野ショートに戻して渡辺をセカンドということは、まあ岡田監督の見学からしてセンターは思うんだけど、もう決めたらもうそこ一本で貫くタイプなんで、ブレたりしちゃうと選手が戸惑うってね、それはないと思うんだけどね。ここで言うと熊谷選手も今週3打数3安打っていう活躍をしたりとか、この辺はもう非常に足も使えるし、コツのない走塁もできるし、スーパーサブとしてはもううってつけのそういう選手ですよね。ということでね、まだまだこうショート争いとかね、続くと思うんで、皆さんコメント欄の方に、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。